新小6男子の浜学院塾生です。最高レベル特訓算数の問題が難しくて、今までのように課題が進みません。どのように声かけをして取り組ませたらよいでしょうか。本人は取り組む前から難しいので、無理とさじを投げてしまっている状態です。まあ、最高レベル特訓っていうのはね、ちょっと難しい問題が集まってて、何百番以内じゃないとダメっていう資格もいるんですよね。だから資格取られてるから解けるとは思うんですけど、確かに難しいので。でもね、例えばそろそろここの中学校行きたいなとかって思うのがあればね、そこの中学校で最高レベル特訓の問題レベルがいるかどうかっていうことですよね。だから先生に聞いてもいらないって言ったらもうやめてもいいんじゃないですか。ちゃんとした基礎的な問題が出る中学校だったらもうそれいらないので、そこをちゃんとするとか、それか、最高レベル特訓のテキストの10問あっても、その5問までで、1番から5問まで優しくから、もうそこまででいいよって、6問から10問までは解かなくていいとか、ちょっと先生からそういうね、アドバイスを受けて、もう全部解かなくていいような方向に持っていったらどうでしょうか。それの方が合格率高まりますからね。